エミリア・ナトリーニはアイスランドコーパ・ボグル出身の歌手。父親はアイスランドで有名なイタリア料理レストランの経営者。母はアイスランド人。学生の頃は家業を手伝って、時折ウェイトレスをしていた。7歳からコーラス隊に入り、15歳からオペラ学校に入った。1994年、スプーンというバンドにボーカルとして参加し、アルバム、スプーンでデビュー。 1995年のソロアルバム、クラウジ・ディ・プラでは、日本のピチカート5の楽曲をカバーしている。アルバム、ラブ・イン・ザ・タイム・オブ・サイエンスを、ファット・キャット・レコーズよりリリースし、世界デビューを果たす。2002年、映画、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔のエンディングテーマのオファーを受けていたビークが、自身の妊娠を理由に断り、その代役として、ほぼ無名のシンガーだった。 エミリアナが大抜擢され、話題となった。映画上映後は、あの歌を歌っていたのは、病ク本人ではないかとの問い合わせが殺到した。2003年、オーストラリアのシンガー、カイリー・ミノーグのアルバム、ボリ・ランゲージに楽曲を数曲提供。2005年に、大手インディーレーベル、ラフトレードレコードに移籍し、フィッシャー・マンズ・ウーマンをリリース。 2000年に交通事故死した恋人との思い出や追悼の念を込めたこのアルバムは2006年のアイスランドミュージックアワードでポップアルバムオブザイヤーとベストシンガーオブザイヤーそして収録曲のサニーロードがベストソングオブザイヤーとベストビデオオブザイヤーを受賞するという快挙を成し遂げた2008年フランツ・フェルディナンドなどの作品を手掛けるダンキャリーとの 共同プロデュースで Me and a r m を発表している。2010年1月12日、2度目の来日で初日本公演を原宿アストロホールで行う。ありがとうございます。